明治統一 VS アサシン統一、さすがに明治統一きついんじゃね、イエーイということでね、相手がアサシンがきつい明治統一だったら勝率 48% でも勝率 55% 以上の天才たちに勝てるんじゃねということでやっていきたいと思います。まあ一つね問題があって、右側の勝率 48% のザコどもはちゃんとアサシンを使えるのかっていうところが問題なんですけど、まあもしね、もしこれで右側が負けたとしたらザコはアサシンが使えないっていう研究結果が出るので、まあいいかと思います。さあ左チーム、神チームはミュージュナイパーインテレオングレイシアかな、で右側はゾロワークリーフやアブソルファイアローマスカーニャーですね。いやこれさすがに明治きつそうだけどな、ゾロワークとさリーフやとかアブソルとかファイアローとか普通に左側きつすぎるな。いやこれで負けたらもうマジで救いようないけどな。おっと右側チーム玄関に変更しましたね。 48% のザコがちゃんと玄関を使えるのか。でも普通にさ左側チームにぶささってるんだよな玄関。さあ出揃いましたね。てかマスカーニャ学習装置持ってるけどこれはなんでだ、別にいらなくないか。でもどうなんだろう、学習装置枠必要なのかな。さあこれ誰が中央行くんでしょうか、下チーム。そして上チームアサシンに勝つことができるのか。これ勝てたら世界変わるか、ユナイトの常識変わるかもしれないぞ。てか普通にさ明治統一きついよね。だってさ相手にファイアロいるだけでもさきついのにさ、相手全員アサシンとかヤバそうだな。てかツノランこいつゲンガーのフォロワー買ってんな。なんでさこのゲームってさリティックするやつってさちゃんとフォロワー買うの意味がわからないんだけど、味方に迷惑かけてさユナイトの人口減らしてるくせにさちゃんと金落としてんの腹立つわ。お前課金すれば許されると思ってるか。さあまあ始まりました。左チームはその安定の4人です。まあね5人だったらね普通に勝ってしまうんですよ。てかもうむしろさ4人じゃなくて3人でもいい説あるからな、普通に4人でも楽勝で勝てるからな。さあ右チーム中央ゾロワークですね。そして左側チーム上レーンミュウ1人ですね。でもミュウだったら1人でも耐えられそうな気がするな。そして中央がグレーシア。さあこのグレーシアはここ風を取るのかツララブレを取るのかどっちなんだろうな。てか普通にさリーフはきついよな、相手のリーフブレードとさソラブレが多分きつすぎると思うんだけど、ワンチャンこれリーフはやれるか、惜しいね。てか普通にさなんかジュナイパー序盤強くない、 ADC だからさ普通に削り早いんだよな。さあこれ相手のホルビー取ることができるか、上レーンが攻められてるよ。さあこれ上レーンミュウちょっと1人じゃきつそうか。これダンベル結構積まれるかもしれないけど、ミュウって結構さ他のキャラに比べたらアサシンに強いもんな。波乗りとか使えるぜ。おっとここで下のレーンのモクロが脱毛はかれてゴーストに殺されていく。さあこれメストも倒すことができるか、さすがに届かないかと思ったけど脱毛生えてちゃんとゴーストも倒していく、偉いね。さあそしてイエスさん取ることができるか、水鉄砲でいけそうだけどあれか、学習装置持ってるのか。さあそしておっとこのリーフィアはここかでですね。さあもうすぐチル対戦が始まるんだけど、右側チームのゾラクがどれぐらい動けるか楽しみだな。勝率 48% 以下のゾロワークどんな動きするのか楽しみだな。てかどっちなんだろう、辻切りか魂打ちかどっちだろう。てか右側チームさリーフィア進化できてないのやばくないか、序盤から結構さラスキ強いのに。おっとこれゾロワーク殺されていく、弱すぎるんだけど。右側のゾロワーク来た瞬間やられたけど、いやさすがだな、さすが勝率 48% のゾロワークは違うぜ。さあこれグレッシャー6連目になってフリーズドライ覚えられそうだけど、これは攻めていけるのか。てかマジでさリーフィア序盤強いのにさまだ進化できないのやばすぎるんだけど弱すぎないか。そしてゾロワークが来ましたね。だからゾロワークあれだな、騙し打ちだな。さあ騙し打ちゾロワーク倒すことができるかと思ったけど、あいつ全然技当たってないぞ逃げていく、あ殺されていく、おいおいこれが本当にゾロワークなのか、これが 48% が使うゾロワークなのか。普通さ明治からしたらさゾロワークなんて恐怖の対象でしかないのにさ、こんなにカモになるゾロワークなんて存在するんだ。そして右側チームのゴーストを味方カジュアルしてるのは大丈夫か。てか上でやっぱりちょっときつそうか、一人ちゃん。てかこれダンベル積まれるね結構。さあこれグレーシアがカジュアルしてますね。てかゾロワーク相手にさカジュアルしてるグレーシアなんて初めて見たんだけど、めちゃくちゃ逃げてね。おいおいグレーシア相手にこんなに逃げるさゾロワークなんて存在するのかよ、レベル差もあるしな。あてか偉いな、右側チームのファイアローカジュアルしてる、偉いな。お前ちゃんともしかしてマップ見れてるか、勝率 48% なのにちゃんとマップ見れてるのは偉いな。カジュアルこいつらさ成長してるな、やっぱりこいつら試合を通してさちゃんとカジュアルすること覚えてるわ。そしてさゾロワークが死にすぎたんだけど、もうさ4回ぐらい死んじゃないかあいつ、中央のくせに。中央ゾロワークでそんな死ぬことあるのか、偉い。ちゃんと脱毛でリフィアの、ソラプレ避けてるの偉すぎる。さあでもこれあれなんだよな、左側チームの方がレベル高いんだよな。なんでさ明治統一でさあの人数差もあるのに左側チームの方がさレベル高いんだよ。あやちとこれミュウきついか、ちょ2人相手はさすがにきついね。あだけど下ニャオハじゃなくてニャローでちゃんと倒してる。これ下レーンも結構勝って、おっとこれグレーシャーがちゃんと構えてるの偉いね。やっぱり左側チームとかやっぱ上手い人ってさなんか動きが上手いよな、ちゃんと上下に移動するよなマップ見て。さあこれワンチャン倒せそうだけどどうだろうか、いけるか。でもコースト当たったらさすがにきつそうだな。どっちだ夢食いかあのたたりめかどっちだろうか。あでもさっきたたりめだったか。てか右チームさ普通に成
中したら強いんだよな。キャラパでゴリ押されそうだけど、これいけるか。上2対2だからユナイト入ってさ、これゴーストを倒せるか。いけるか。ナイス、倒していくけど、やっぱファイアルがきついね。ファイアルブレバナ強化きてめちゃくちゃ火力上がったからな。あとツバメガシも、いやこれ落とせるか。いや惜しいね。もうちょいで落とせそうだったけど、さあこれシャレンどうなってるか。インテリオン悪ブレですね。まあさすがに狙い撃ち構えてる暇なんてないもんな。必中の悪ブレの方がいいか。さあこれ上でグレーシャンやられてるね。やっぱりファイアル強いね。さあこれ取ることができるか。でも左側チームの方がラズヒが強いからワンチャン取れそうだけど、ちゃんと通っていく。偉いね。やっぱり左側チームラズヒ取るの上手いしな。ラズヒ取るの上手いし、ラズヒ強いからな。これワンチャンオブジェクト強いな。これでもこれあれか、左側チームの上のファーストゴール壊されてんのか。ワンチャンセカンドゴール入れられるぞ。左側チームほぼ下にいるからな。グレーシャンも一人じゃ守れないだろうし、リーフやってんの偉い。これ下のゴールは壊せるけど、ゾロハークが守れないでファームしてますね。しかもこいつなんか騙し打ち初心者臭くないか。さあ右チームのゴーストが草むらに隠れてセカンドレジェリキ入っていく。まあ、だけど右側チームだいたい右にいるから上のセカンドゴール壊されることはなさそうだね。だから3レジ合わされることはなさそうだけど、でもゴースト結構育ちそうだね。さあマスカーニャが一時停止してミューに殺される。なんだ今止まったの。だけどちゃんと加担してるね。偉いなゴースト。加担してるからこれ結構レベル上がるんじゃないか。進化もしていく。いいね。ゲンガーになってユナイト覚えてるよ。これさ右チームのさゲンガーとファイアロー優秀説あるよね。あれ勝率 48% ってさ加担なんていかないはずなんだけど、なんでこんなにうまいんだ。ゲンガーユナイト入れ。これグレーシャーもやれるか。あ脱帽で逃げられてさ、これいけるか。偉いな。ちゃんとジュナイパーが倒してる。でもやっぱりゲンガーとファイアローレベル高いから優秀だね。このゲームレベル見れば誰が優秀かどうか分かるもんな。さあこれファイアロー逃げ切ることできるかと思ったけど、駆け打ちで殺されてジュナイパーが2連キルしていく。さあこれ逃げ切れるか。リーフィアとゾロアーク、あ両方ミリ、両方あと通常一発で殺せるけどさ、これリコールしろ。さこれクールタイム加減のあるか。サブリか、間に合わなかったか。惜しい。2匹ともあと1ミリだったのに。惜しかったなこれ。でもさリーフィアなんでこんなにレベル低いの。左側チームさ明治しかいないんだから大活躍できるはずなのにさ、全然キルしてないよな。まあ、だけどあれか、ユナイトまだ覚えてないのか。ユナイトさえ覚えてしまえば左側チームボコボコにできそうだけど、なんと右側チームセカンドゴール入れに行ってる。これもしかして3レジ合わせる気なんじゃないか。セカンドゴール壊して、これしかも壊れる。偉いな。お前らにそんな脳みそあるのか。勝率 48% の雑魚どもに3レジ合わそうなんていうさ脳みそあるのか。知らなかった。しかもこれ4分までにレジェレキ削り切れば2回本陣に流すチャンスあるからね。これいいよ、いい勝負してるよ。面白くなってきたね。まあ、だけどから4人でさ明治統一 VS アサシンだから負けてる方がやばいんだけどな。さあこれゲンガー調子乗ったね。調子乗ってゲンガーがグレーシャーに殺されていく。さあこれ右側チーム4分までに上レジ削りたいところだけど、ちょっと無理そうだね。見た動きがバラバラだな。さあこれリーフィア、こいつリーフブレードの使い方分かってないだろ。リーフブレード端っこの方がダメージあるんだぞ。今全然ダメージ入ってなかったぞあいつ、インテレオンに。でもこれあれか、右側チーム下レジ優先することにしたのか。なんか今回のさ勝率 48% チーム優秀じゃねえか。これ左側チームさセカンドゴールないから上レジに集まるだろうという判断で下レジ優先したの。頭いいな。だから今回いいね。だからゲンガーがユナイト入ってるけどさ、これグレーシャー倒すことができるかと思ったけど、ボコボコにされていく。さこれ上レジどうするか。ヨークまでに削り切れればワンチャンまだあの本陣にゴール入れるチャンスあるけど、ユナイト入って取っていく。右チームが取ってる。えらはい、えらファイルが取ったのか。おい今回の勝率 48% いいぞ。結構上手いやつ多いんじゃないか。しかも一番先輩なゾラクが取ってる。さあこれユナイトで透かしていく。偉いなミュー。さあこれどうするか。グレーシャーじゃなくてリーフィア爆発してたろ。おリーフィアさミューとユナイトの効果知らないのか。ユナイト入ってるけど応答していく。偉いな。でもなんで今リーフィアさミューのユナイト入ってんのにさミューのユナイトに突っ込んでったんだろう。よくわかんない。そしてゲンガーが下抜けしてる。偉いね。いやこれマジでさ今回あるぞ。めちゃくちゃいい勝負してる。これ3レジ合わせられたら左側チームちょっときついじゃないか。だけどこれあれなんだよな、一つ問題点があって2分30秒までに右側チームが上に集まるかどうかなんだよな。3レジを知らない可能性もあるんだよな。さあ俺ゲンガー待ち伏せしてたたり目で殺していく。偉いな。ちゃんと草むらに隠れてんの。偉すぎる。さあこれだけどミューの強化攻撃でリーフィアが殺されていく。さあこれファイルを逃げ切ることができるか。ブレバ吐いたけど脱帽吐いたけどソーラービームで貫かれていく。エイムが合ってるね。とかやっぱりさ悪ブレ火力下がったな。まあ学習装置持ってるのもあるけどさ、やっぱりダメージ低いな。でもやっぱりこの試合が今までで一番いい試合してるかもしれない。レベル差もあんまりないし点数差も3点しかないから俺一番いい試合してるわ。だけどリーフィアレベル低いな。なんでさこの相手にこんなにレベル低いの。ゾロワークもだよな。ゾロワークもさ中央でさ12レベルこの相手に こんなにさメイジャーが4人もいたらさ無双できるはずなんだけどな。てかあれなんだな、ジュナイパーあれな抜け人形なんだな。さあジュナイパーが倒されていく。でもこれあれなんだな、みんなレックス戦前だけど結構バトルするな。惜しいね。今エレキボール影分身で避けられてさ、これ悪夢で倒せるか。えらい倒してる。学習装置で12レベルになってるの偉いな。でも13レベルになれれば学習装置持ってでもある程度火力出そうだけどな悪夢。そして3レジ湧かないね。あこれ削る時間遅かったな。ちょっと危ないね。これ左側チーム3レジあったら危なかったかもしれないね。そしてあと20秒でレックス戦が始まる。
だけどゲンガー結構前に出てるけど大丈夫か。でもこれあれか、左側チーム4人しかいないから1人で戻せればだいぶでかいんだよな。姿出してしまった。お前大丈夫かゲンガー。おいお前せっかくさか隠れてたのに何でジュナイパーに位置バラしたんだよ。お前アサシンなんだから隠れてればいいのに。やらかしたなあいつ。で上にいるね。あいつ上から入るつもりか。さあレッグド戦が始まった。さあこれどうするか。でも普通に集団戦は右側チームの方が強そうなのかな。どうなんだあれか。でもアサシン統一だから前張れるやつがいないのか。ファイロ結構ダメージ受けてる。あちゃんとソーラビ当てていく。うまいな。やっぱ左側チームエイムが合ってる。そしてリーフェも倒してる。おいなんか急に2人死んだぞ右側チーム。大丈夫か。何があった。なんでおいなんで右側チーム3人も殺されてんの。おいもしかして入り方が悪いか。左側チームじゃなくて右側チームのアサシンの入り方が悪かったか。そして生き残ってるのがゲンガーゾロワーク。さあゾロワークラスキュー取れるか。さあゲンガー多分体力ないんだよな。さあゾロワーク間に合わない。遅えよお前入るの遅すぎるって。おいなんか普通に終わったぞ。おいレッグード戦なんか気づいたら右側チーム全員溶けてたんだけど、どういうことですか。何が起こった。なんか解説追いつかなかったんだけど。まあでもこれアサシン統一もきつそうか。前張れるやついないもんな。左側チームは影縫いとか空火でブッシュ確認できるもんな。さあこれ上のセカンドゴール100点決めて。いやこれはさすがにきついじゃねえか。あと1分あるけどこっから巻き返すことできないだろうな。しかも右側チームアサシン統一だからな。あでも言うて左側チーム明治しかいなくて4人しかいないからワンチャンいけそうだけど、ゾロワークが頑張ればいけそうなんだけどな。ゾロワークこっち初心者説あるよな。全然さ活躍してなくないか。そしてアクブレやっぱり13レベルになれば強いな。結構軽く出るね。落としていく。いやこれさすがにきついな。右チーム4人落ちてるのはさすがにきつい。いやだから途中までいいバトルしてたけどな。セカンドゴール壊してレベルも結構上がってたのに、なんでこんなに差がついてしまったんだ。やっぱりこのゲームレッグード戦が大事なんだな。やっぱり集団戦が強い方が勝つんだな。でもやっぱりコクカゼまだ強いな。やっぱり今ツララバリが主流だけど、コクカゼもブリンクもあるし、やっぱり強いね。そして右側チームさ、中央ゾロワークだろこれ先輩。中央でさ12レベルでさ、もうやばすぎるだろ。だって普通辻切りとかだったらバカ活躍できそうだけどな。すぐ殺されるしな。いやこれ中央玄関の方が強かった説全然あるな。めちゃくちゃうまかったもん玄関。さあユナイト入ってボコボコにしていく。ああ途中までクソいい試合してたのにな、急にボコボコにされるやん。やっぱり立ち回りが大事なんだな。レッグード戦の立ち回りがやっぱり左側チームうまいんだな。さあここで試合終了です。これさでも普通右チームの方が有利だよね。まあ、だけどどうなんだろうな。タンクいないからブッシュ確認できないからきついのかな。これ一回逆でやってみるか。右側チーム勝率 48% が明治で、あの勝率 55% がアサシンパーティーで、本当だったらどれぐらいボコボコにできるか検証してみるか。だってさ左側チームのさ勝率 55% のゾロワークいたらボコボコにできる未来しか見えないんだよな。これ一回確かめるか。さすがに右4800 中央ゾロワークで4800 やばすぎるって。バケモン紛れてたよこいつ。やっぱりこの降参やめてとか言えてさ、もうマジでナチュラル天才プレイヤーなんだけど、しかもこいつ中央なのにさ0キル0足だったよな。こいつマジで期待の新人すぎるわ。